改めてプロフィールをご紹介しますと、えー、昆虫料理研究家内山章一さん1950年長野県生まれあ虫を割と食べる習慣がある県ですよね昆虫料理研究会代表食用昆虫科学研究会会員幼少の頃から昆虫食に親しみ1999年から本格的に研究活動に入りどうすれば昆虫をよりおいしく食べられるのか味や食感栄養をはじめあらゆる角度から食材としての可能性を追求しています また昆虫食入門や楽しい昆虫料理などの本を出されるなど、え昆虫食の普及啓蒙活動にも努めていらっしゃいます。改めましてよろしくお願い,いします。よろしくお願いします。えそもそも、はい、じゃあ幼少期からこう食卓に普通にメニューとして昆虫が上がっていたんですか？ええとですね日常上がっているってことはないんですけれども、はい、ある季節によってあの例えば僕の場合は長野市なんですけれども長野市の場合はあの介のサナギご存知ですよね。はい 海古の糸を取った残ったサナギなんですけども、はい、あれをあの比較的よく食べてたんですね。<ー>で、うちのあの祖父もそれが大好きで、で、あのご飯の上にかけてですね、あのサナギ丼という、<ー>まあそんな感じで食べてた、ね。あれはもうでから茹で上がってるわけですよね。あの糸を取る時に熱を火を通しますので、はい、茹で上がってる感じですね。それをざっと干して。 でそれをあのこう売りに来るんですけれども<あ>それを買って,てあう、ね、じゃあふりかけみたいなもんですか、ね、ええといやあのねそれを煮て戻すんですねあ<ー>そんなにあの乾燥してるわけじゃないのであの煮て戻して佃煮状にしてまあ日持ちのいい形に調理してという形で食べた記憶がありますちっちゃい頃でそれがだんだんよし研究しようってなっていくきっかけは何だったんですかえとこ東京出てきてからずっっとブランクがあったんですけれども あの1998年に多摩動物公園で「あの世界の食べられる昆虫展という、えー、あのイベントっていうかもやしがあったんですね。えー、でそこであの世界中の人たちが非常にあの、まあ、美味しそうにかつこう結構いい値段がしたりして食べているんですね虫をね。はい、でなんかすごく行った仲間と面白いねっていう話になって。 じゃあちょっとあの我々もやってみないっていうことになったそういうノリになったんですね、はい、であのちょうど瓦で秋だったもんですから、ええ、あのバッタが殿様バッタがぴょんぴょんこう跳ねる季節で、はあ、でちょっとバッタを取ろうとでバッタを取ってでその場で揚げて食べたんですね。はあ、でバッタって言ったらあの揚げるとこ熱を通っと赤く染まるんですよ。 ピンクに染まってエビみたいなんですか？エビと同じ仲間、エビに近い仲間なので、あ、そうなんですか？あの同じ節足動物で、あの仲間が近いんですよ。じゃエビが陸に上がるとバッタになるわけですね。<laughs> そうですね。ざっくり言うと昔イナゴのことをおかいびって言ったんですよね。おかいび、<laughs> そう。じゃあ本当に近いんだ。あのかなり近い。であの食感も非常にエビに近い食感で、であの揚げるとサクサクした食感で、えー、かつちょっと大きいので中身も充実してますので、えー、あの美味しかったんですね。 それが直接のきっかけですね、これはなんかおいしいんで、たまにやりましょうよって話になって、みんなで。で、秋はバッタで、夏はセミもおいしいねって話になって、セミが、ええ、硬くないですか、いや、あのね、成虫は、成虫も幼虫も食べられるんですけれども、成虫は揚げるとサクサクした食感になりますし、食感が楽しめるんで。げっていいいいいのはででですすすすねねねよよ食べや であの幼虫の方は中身が結構充実して肉が入ってますのでまだ出る前ですからおおそれはエビっぽいんですかでこれがですね、えー、これはあの食べるとナッツの揚げるとナッツの風味がするっていうかナッツ風味多分ね樹液を吸ってるせいじゃないかと思ったりするんですけれどもで,で,、ねうん、でこれ燻製にするとさらにあの香りがついておいしいって最近評判です あのまあ、食べ慣れてないからええー、とか思いますけどでも世界ではねあのタイの辺りとかね,ねこうタガメ食べたりとかねわとこうあの伝統的に食べる地域あていうの日本でも沖縄ではかなり前ですけどもあの食べられてたっていうあの証拠がありますしタガメえとセミですね,セミ,ねセミの話。はい、で新州でも、ええ 信州セミの缶詰っていうのをですね作って<ー>一時売り出したっていう実績もありますので、はい、まああながち全くセミが食べられてこなかったってことはないんですね今、あのー、ご自宅にその AWG をですね <laughs> 3匹3種類飼ってらっしゃるほかにもいろいろこう、まあ、材料というか、うん、食べられる虫くんたちは蓄えであるんですかえっとです、ね、家で今飼ってるのは あのそれ以外にあのジャイアントミールバームって言ってあのゴミ虫だまし化ってのがありますよね、うんはあ、その中まであのこれもやっぱりペットショップでよくあのちゅうりとかねサトして売られてるんですけども非常にあの脂肪分が多いやつで、うん、ムチムチしてるそうですねこれなんか結構おいしいですけどそれを買ったあとコオロギも買ってますしコオロギええー コオロギは私昔あのカエルを飼ってた時に生き枝であっ、はい、カエルを好きだったんですかカエルがね好きで飼ってたんですけどね,ね<ー>あの夜泣くんですよコオロギがね <laughs> そううるさい、ね、コ,ロコ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 ロって餌のコオロギが、ね、だんだん減っていくんです<ー>それがカエルがカエルが食べるからあの <laughs>、ねね、フタホシコオロギっていうコオロギはですね,ね<ー>まあ年中あのこう無休でいろいろ交尾したりしますので増やしやすい増やしやすいただうるさいです コオロ,ななロギはね何なんなんて言ったらいいんだろうね淡白ですね本当に癖がない癖がないですね食感はやっぱり揚げてサクサクみたいな感じですか揚げてサクサクですねでまあ柔らかいですかあの外側が柔らかいのでいな<ー>みたいに硬くないから<ー>あのいろんな調理法煮たりもできますし、うん、いろんな調理法ができると思いますコオロギの場合は。ししかしよく考えててみたらエビって 虫っぽいですもん、ね、あのね、そうですね、ひっくり返すとすごく手がもやもやっとしてるじゃないですか。はい。あれってすごい気持ち悪い非常に虫めいていますね、<laughs> お腹側は。<laughs> 共通したとこ要素が結構あると思います、ね。あれが大丈夫なわけだから ねえ昆虫も慣れですすよねねやっぱ食文化です、ね、でもどうしてこう昆虫はエビはなんとなく仲良くなれそうな気がするんですけどんなんとなく昆虫は仲良くなれなさそうな気がするんで何でしょうね,なんで,しょうねでもあの東洋に比べて日本は比較的昆虫に親しんでいる歴史があるじゃないですか鳴き声を楽しむそうですすね確かに鑑賞してますもんね。でなぜ食べるのがダメかなって思うんですけど。 比較的だからそのなんだろうあのこう対象、うん、大正の頃ぐらいまで五55種類ぐらいな昆虫が食べられてたんですよねあ結構最近まで食べてたんですね、はあ、で戦後もずっと結構食べられてたもんですから、はい、あの本当に食べなくなったっていうのは最近の話だと僕は思いますけどねじゃあ私たちのご先祖様は普通に食料として食べていたと、はい、日常食だったと思います まあ未来の食料事情を支えると言われているのは昆虫ですけれども大真面目にこれはちゃんと研究されているんですけどね世界各地でえ昆虫料理研究家の内山章一さんをお招きしていろいろお話を伺っておりますよろししくお願いいたしますご家族はあの内山さんがお家でそでエディブルジーを飼っていたりとかですねこういろんな虫を食べてみてこうあの研究してることについては何とおっしゃってますか今ほとんど諦めてる かもしれませんけどあの妻の場合はあの同じ親州の生まれなもんですから、まあそこら辺は比較的寛容なんですね。だからまああのありがたいことですけれども、ただ G はその部屋から他への脱出しないようにちゃんとそうですね。前例がありますけど管理してほしいという逃げた前例がまあ結構何回か逃げてるんですけどどこにいたんですかいや下よあの2階にあるんですけどあの G の部屋があって下に降りて行ったりですねいろいろこうあちこち冒険好き いやね、そんなかい、まあ、い側面もあるんですけど <laughs> あかわでもかわ愛くなっちゃうとほら食べられないじゃないですか情が映らないようにしないといけないんじゃないですか、ね、そうですね,ねそこら辺はまああの,あのわきまえて名前はつけないように名前をつけないようにしてます、ねはい、私も昔あの母の夕食の手伝いをしていてですねあのよく洗ったアサリをですね砂はかせた後ねあの一個一個名前をつけて名前を呼びながら鍋に入れていたら母に <laughs> やめなさいって言われましたけど <laughs> 食べ物に名前をつけてはいけません <laughs> って,てそうですね,ね 愛着がつけますもんねはい名前をつけないようにしましょうあのそれで早速この今スタジオにですねえ運ばれてきたのがはいえ蒸し料理ですねこれはお寿司のバランありますねあの緑色のあの上にですね半分に切ったちくわが並べられていて そのちくわの溝にちょうど収まる形でいろんな虫が乗っているというウィンタースポーツのリュージュってやつを想像してみてくださいあ<ー>あの氷のチューブの中をねあの1人がちょうど身の幅ぴったりのソりに乗ってシューって滑り降りてくる <laughs> あんな状態で今ちくわの溝の中にぴったり <laughs> これででですすすかそうですね稲穂ですね、はい、収まっています。はい、わおこれは稲穂の佃煮 えそれはもう本当にあに国民的けんあの昆虫食と言われてる稲子の佃煮ですね、えー、<の>じゃあ、はい、ちょっとあの今日ですね私があのちょっと若干アレルギー体質なもので予期せぬ反応が出てはいけないということでですね作家の西田さんがですね僕は何でも食べられるということで、はい、食べてくださいます、はい、では早速いただいてみたいと思いますの、はいはい、の佃煮、はい、ちくわのせ、うん、はい 昆虫食は初めてなんでかなりドキドキなんですけどもいただきたいと思います意外に普通の佃煮ですでちくわと合いますねああそうですあっこれほんときれいな稲子はしていないはいああまあそうですね普通にえパリパリしてるの 食感だけ、なんかパリパリ。エビですね、本当まさに。エビな感じですね。エビの佃煮みたいな。小エビの佃煮みたいな。あ、じゃあ、普通にもう売ってたら、っていうか居酒屋さんで、おつまみで出てきたら普通にもう食べちゃう。じゃあ、ご飯にも合いそうな感じ全然もう、いけます。実は私、稲舎の佃煮は小さい時、なんかお友達にお弁当の時にもらいました。おばあちゃんが作ってくれたの。確かになんか、あの、あ、虫って、 そんな気持ち悪くないんだな、美味しいんだなと思った記憶はあるんですけど、あ、そうエビっぽいね、エビっぽいですね。なんか今まだ殻がちょっと口の中残ってるんですけど、まさにエビエビの殻ね。エビ食べた後で、宇多丸さんこれは何ですか？これはねあのハチノコです。は、ハチノコのあの塩茹で塩味をっさっと茹でたという味付けしてますけど。もうあの。 白くってムチムチしてる幼虫状のやつもいればもうほぼほぼ鉢っていうそうですね親になりつつあるいろんなステージが混ざってますねこれはどうでしょうかまたこれねちくわにぴったり乗っかってますけど何匹かまとめて召し上がりじゃあもう一気にいってこれ別々で食べた方がいいですか成虫といやいや一口で混ぜて食べて頂きまいょ塩ですからシンプルですねそうですねいただきますいただきます 若干ですね。うん、<laughs> 薄味な分素材の分素材の味が <laughs> 素材のが <laughs> <laughs> 素材の味が生きている、はい、生きてます。うん、そこが狙い目ですね。え、ハチミツの味はしないの？ハチミツの味は一切しないで <laughs>、えー、え、ハチミえ何味？<laughs> 表現しづらい味なんですね。でも味はあるんだ。タ白ってわけではなくて薄い味がまあ本当薄っすら塩味があってえっとねトータルで 例えばこれご飯に混ぜたりして食べるのが多いんですよ、はい、混ぜご飯にして、ええ、そうしあのうなぎのですねうなじちゅうってうなんというかそんな感じののにすごく近いっていう、ええ、濃厚濃厚あのこううまみが結構濃厚ですかはずです,ですあもうちょっとそのう,うなぎのたれのですかねたれをつければそうかもしれないですあじゃあうなぎの白焼きに近いの白焼きあそ,そうですああそういえばそうですね白焼きに近いと思うんですよねそうそうあの いわゆる、うな丼に乗ってるうなぎっていうよりかは、白焼き。に近いですよね。あ、じゃあ美味しいんだね。栄養。あの、食味センサーってあるじゃないですか。あれにかけるとですね、ぴったり重なるんですね。あ、センサーは、これは、じゃあ、うなぎに近い。これはうなぎか、あの、のかわかんないってセンサーは言うんです。へえあだからほら、西田さん、そのなんかさ、ちょっとなんかお呼び腰になってるのは、見た目に騙されてるだけでのうなぎだと思えば、うなぎだったら最初はみんな相当気持ち悪かったと思うわよ。そうですぬるぬるしてんだから。 波は高いですしね。そう、今ね、入手困難ですから、蜂の子でそっか蜂の子でもう、蜂の子って今、こう、なんか駆除されて捨てられてますので、ぜひそれ有効活用したいですね。これ、高タンパクあの、タンパク質のその、アミノ酸のバランスが非常にいいんです。あの、必須アミノ酸ってがあって、で、どうしてもこれ、あの、食べ物から、こう、得なきゃいけないアミノ酸があるんですけど、それが、そのバランスが非常にいいっていう食品で、非常に健康食品ですね。 そして、えっ、ー、と、三品目がですね、このちくわの切り方がちょっと違います。えー、まあ、かぐや姫切りっていうんですか、こう、あの、おじいさんが竹をスパッと切ったところ、中から光り輝く女の子が、こんにちはって、あの時の斜めの感じですね <laughs> え。その斜めになった断面の穴のところにちょうどいい具合にセミの幼虫が入っています。 もう、こんにちはっていう感じで、今まさにこうね、下から一生懸命上がってきて、こんにちはってこうちくわの中に。這い上がってきたかのような、あのよくこういう感じの抜け殻をね、息子がね、季節の変わり目にね、集めてきます。セミいっちゃってください。いいですか。じゃ、あちょっと。ちくわなしで。はい、素材わざいを。いね、あ、で,で、はい、じゃ、あ幼虫さんどうぞ。大きさに、二三センチありますね。ここ<あ>大きさが違うとかなり勇気がいりますね。むっちりしてますね。はいはい え？あ、やだ、かじったの？わこれ断面が今までのと全然味が違います。うん、違いますよね。これまさにハムの味がしました。ハム？はい。ハムなんだ。はい。そう、くもう本当燻製です。燻製の味、もう本当普通の燻製。燻製のハム、はい、ハムの味？はい、え、はい、肉みたいな食感なの？そうなんですよ。セミって言われるとわかんないですこれも。え？ 本当に,に僕今日食べた三者の中で一番おいしいですホ、うんはいはい、えー、なんかねそのセミの幼虫の断面はあのあれです湯葉をなんかギュッと寄せてあの切ったみたいなんそんなに驚どしくないですねそ,断面そうですよねこれどういうふうに調理してあるんですかこれはですねあのだしだし醤油でこういったん煮て味付けて、はいええ、でそれであの桜チップで燻製にしてるんですねだかららおそらくハムの あの感じがされたんだと思いますけれども、そうですね。えー、あのセミが好きな方多くいらっしゃいますね。そうですか。はい、ちょっとね、セミの幼虫ってこうなんていうんですか、微妙にちょっとこうカマカマ切りっぽい手元がねか、カマっぽくなってたりとか、えー、だいぶメカメカしいので、えーでね、最初はね、抵抗があるかもしれませんけど、えーえーえー、食べてみると意外にいけるなって感じがしますよね。えー、そのお茶ははい。あ、これお茶はですね、えー、あのカイコ由来のお茶で、えー、あのカイコの をあを煮出したゃ <laughs> ン茶って言ってますけどまあ,あのえそれは元からあるんですか食べ物としてあの漢方で三茶って言って、はい、薬としてはあのもうずっと昔からあるんですけれどもあ、ね、あの我々はそれをそのほとんどこの成分というのは桑の葉がほとんどなんですね、えー、で桑の葉と蚕の消化酵素が混ざってるので非常にあのこう飲みやすい 桑ノハって毒があるんじゃってあの最近桑ノハ茶って言って、はい、健康茶として結構あ、ね、あの出回ってますねであの血糖値を下げるとかですね,ですねあとはあの消臭臭みを消すとかあの殺菌効果とかそんなのがクロロフィルなので葉緑素あるって言われてますのでじゃあそこに、まあ、さらに蚕の消化粉をそうですねそれが入ってるということでどんなお味ですか西田さん 香りは普通そんなにしないですよね色は薄い普通の麦茶みたいな色ですけどね普通の麦茶っていうよりかは普通のお茶、ね、緑茶に近くてちょっと苦い感じですかねでも全然そんなにはいそうですね桑の葉のお茶とほとんど変わらないあの味ですね、うんうん、ちょっと渋めのお茶って感じですか、ね、それはえっと蚕のふをどうやっているんですか どんどんたくさん噴するんですよ蚕ははいで必要だけはお茶のパックに入れて熱湯で沸かして普通にお茶にするじゃあほぼもうそのまんま一回らたけどままそのまんまですねへえまあでもあのねその生物の作り出す栄養素とかねその あの抗素とか国粋になる成分いっぱいありますもんね。まあ、そ,うねそうですね。でクワノハに限らずあのカイコの糞に限らずあの糞茶っていうのは非常にビタミン C が、えー、豊富に含まれているという、えー、そういうあのけあの報告もあります。あじゃあこれねそのうちこうあのまあカイコがね量産できるかにもよりますけど、えー、ね。 健康食品という広瀬涼子さんとかね、こうなんかこう飲む感じで、でね、<laughs> あの <laughs>、ね、テレビシリーズとかでこうあ素敵みたいにね。<laughs> あのアゲハのふん茶なんて結構いけると思いますよ。あのミカン系の柑橘系の葉っぱ食べてますので。 オレンジフレーバーバなんですジャンボ機みたいな幼虫がする分そうです、ね、あの私、昔あの、アゲハの幼虫が道に落ちていて、ですね、はい、あの拾ったら、ものすごい勢いで指に巻きつかれて、ですね、はい、がっちり指に巻きつかれて、<ー>あの指を振ったんですけど、それがなかなか取れなくて、れそれ以来、幼虫が怖くてたまらないんです。びっくりするぐらいの俊敏な動きをしたのでね、やつが。向こうも怖かったんでしょう、ね、<laughs> 怖かったと思います、多分今頃ね、ドラマになってたと思いますね ラジオ好きなんですけど北海道釧路市男性43歳の方から内山さんが食べたことのある昆虫で一番おいしかった昆虫一番まずかった昆虫そして今後食べてみたい昆虫を教えてくださる、うん、一番おいしかったのはカミキリムシっていう虫がいるんですけれども、はい、あのそれの幼虫です。 えー、じゃあ白いムチムチした白い,、えー、白いムチムチした感じのあの木の中にいるやつですけれども、えー、これはあの刺身の,あのマグロのトロ,トロの味がするっていうぐらいで非常にあの、まあ、脂肪の美味しさですよねそれがあって、えー、非常にあの一番美味しいですねそれはごめんなさい生で食べた 蒸しし蒸ですね蒸すと今蒸し料理が流行ってるじゃないですか蒸し料理ね蒸す方スチームの方ねスチームの方が流行ってますそうそうそう健康にいいということで栄養素を逃がさないっていうとこがありますので蒸したやつを中身を出して例えば軍艦のネタに使うとかですね中身中身を中身を中身を わあ、中身は、えっと、杏仁豆腐みたいな感じなのかな。もうちょっと硬いですね。あの、もうちょっと、卯の花みたいな感じ。そうですね。そんなイメージかもしれない。で、ギを散らすとかですね。すれば、非常に美味しいですね。クリーミーな感じ。一番まずかったのは。何まずかったのはカブトムシの幼虫です。硬そう。うんと、硬いよりも臭いんです。何臭いんですか。え、土臭いですね。 だいぶ腐葉土食べてますからね,そうですね腐葉土だらけですお腹の中じゃあもうど泥の味泥の味ですねああこれちょっといけないですねいけないかった、はい、どうやって食べたんですかいやもう食べれなかったですねいろいろかんあの調理工夫はしたんですけどもああ炒めたり揚げたり炒めたり茹でたりいろいろやっていくる、ね、うわー茹でるじゃあチャレンジしてみたい虫は何ですかそうですねオーストラリアはい あのウィッチティーグラブっていうアボリジニが食べてるやつがいますよねイモムシですかイモムシであのやっぱり木の中に入るんですけれどもあの大きいイモムシさんを見つけてすぐ召し上がってるで,かであのなんか炙ってい焼いて食べてますけど向こうでは,は,はあれとかもう一つはあのこれは誰でも食べられると思うんですけども、蜜壺アリってやつがいるんですよんああれだお腹に蜜いっぱい食べてるアリあれねうんあれはやっぱり甘い,甘いですねあれ食べてみたいですね ししかしですねこんな風にあの「えー、意外と美いしいんだ」とか驚いていたら、はい、今世界でおよそ20億人が1900種類以上の昆虫を食べているとすでにいうことなんですね。で今日内山さんがお持ちになったこの「エディブルインセクツ、はい、フィーチャープロスペクツフォーフードフードセキュリティ」じゃあ「フィードセキュリティ」まだが、まあ、将来的な、ね、食糧難に備えてという研究資料を見てみると。 これも、甲虫あり、幼虫あり、いろんな種類の虫が食べられてるんですね。そうですね。いろんな非常に、あの、バラエティが飛んでますね。多様な昆虫が食べられています。はい。はい、この。 これは内山さんが撮ってきたお写真ですかえとこれはあの仲間がですね、向こう行かれて撮ってきたんですけれどもこれタイの写真ですバンコクだと思いますけれどもとそうですね普通の屋台でこんな感じであの食べられる昆虫もお素菜ですね遠目で見ると、はい、エビとセロリの葉っぱを炒めたように見えるんですが <laughs> そうですね近くで見るとこれがコオロギですね本当にコオロギだあのこれが台湾大コオロギって言って、えー、非常にあの大きなエンマコオロギよりも,もっと大きいコオロギです、ね、<ー>野生のものを取ってきています これはこれも召し上がったことあります。あります。これはどう大きいから食べ応え十分で美味しいですよ。これもね。えっとコウロギは何の味だっけ？えー、とタンパクでタンパクでなつ？う、えー、んとねうんとそうですねやっぱりコーンとかそんな感じですよ、ね。コーンね。えーえー コーンならら食べられる、はい、もうさっきセミの幼虫をクリアしてですねあれが美味しかったってことに気が付いた西田さんはこの写真見て美味食習慣ってそうのはこういうもので一度クリアしてしまう変わりますよね,ねもうあえてしょう西田さんこれからは G が出ても食料に見えるでしょう。<laughs> そうでしょ。はい、あの、水族館でさ、こう、イワシの群れとか展示されてて、思わ <laughs> ず美味しそうって言っちゃうことあるじゃないあの、イケス気分で。あれと同じで G が出てまあ、思わず美味しそうっていう心境だよね。 ではないかそこはまたハードルがありますねじゃあこれはでもこれもすごいよタガメそれが台湾台湾タガメっていいまして大きいです日本のタガメはとても食べてはいけないタガメなんですけれどもほとんど絶滅危惧種というか非常に少ないですから怒られちゃいますけど台湾ではこんな感じで湾タガメっていうのはタイでよく食べられてますねで香りがいいってことで選別してるとこですねこれねで雄の方がフェラモンの匂いなので酢が この匂いが強いんですね。どんな香りなんですか。えー、楊梅とかですね。青りんごとか、えー、ああいう感じの香りがですねします。じゃああの割とこれ陳味というか。はい。 そそのの香りを楽しむためのあの日本そうですねあの向こうでも多分そうだと思うんですけども日本人の場合特にその香りを楽しむ文化ってあるじゃないですか、はい、なのでやっぱりタガメはやっぱ香りを楽しむっていうのが一番いいんじゃないでしょうかゆずとかありありですもんね私たち香り楽しんだりとか、ね、そうですよねそんな感じでタガメの香りを楽しむうんうんといいと思います、ね、あのちゃんとこうもうね食べ物としてきれいにこう選別されてますけども え栄養面でいうとさっきおっしゃってた、はい、いろんな種類の必須アミノ酸が含まれている、はい、あとはどんな例えば昆虫ならではの良さってそうですねあの全体的にですね非常にあのタンパク質の割合が大きいんですよね、はい、だからあのそれはまあ昆虫全体に言えることなんですけれども だからそういう意味であの食料なんとかですね食料問題の解決策としては非常にに優れた食材になると思います、はい、宇宙食にもいいって言われてるんですよね、なんか増やしながら食べられるとかとそうですね、あの宇宙空間というのは非常に閉鎖的な狭いところですので、あの大きな家畜は持っていけないので、ちっちゃい昆虫でということで、蚕が今、研究されてます。えー、カイコのえ 幼虫をがになるあ,あの,そうです、ね、あのあ要するに向こうで桑を栽培して桑、ええ、の,の葉を蚕が食べて桑は葉っぱ土壌形成に焼き立ちますし光合成もしますので、まあ、自然にこう酸素が増えていくとかですね、ええ、そういうことですねじゃあ宇宙コロニーとかいうね、ええ、なんかあのいわゆる漫画で読んでたような世界ですけど宇宙兄弟とかありましたよね, <laughs> ねあの中でもやっぱり蚕のさに食べてるシーンって出てきますよね。うん あでもそう考えるとあの私の子供たちはどっかの時点で食べるかもしれないですねそういう意味では食育として、はい、あの昆虫はぜひあのちっちゃいし取りやすいし食べやすいということでぜひ自分もという方ですね内山さんが主催している会があるんですね7月15日、阿佐ヶ谷の昆虫の夜べ8月3日、10日の東京セミ会。 あの耳みのセミですね。はい、えこれはあの参加してみんなで食べてみようっていうことですね。詳しくはですねホームページ昆虫食菜館とね食べるに彩るで昆虫食菜館で詳しく告知をしていらっしゃるということでこれはまああの参加したい人は申し込めばえあの申し込んでいただきたいああ自由に参加できますのでそうですか。はい ね、あの決してね下手者扱いせずあの地球の未来を担う、えー、食材としてですねあの、まあ、今実際たくさんの人も食べてるわけですからね是非、えー、今日の西田さんのようにですね <laughs> あの新たな食習慣をつけていただければと思います。<laughs> ありがとうございました <laughs>、はいえー、今日は昆虫食について昆虫料理研究家の内山章一さんに伺いました。